皆さん、こんにちは。はるくん、今日は全開を当てくじ作りました。イエーイ。ということで、今回の当てくじは全開をジュラガオンセットが一等になってます。このロボットは全開ガオンと全開ジュランが合体して全開王にね、変形合体するというね、かっこいいロボットになってます。サウンドに合わせて変形合体ってどんなサウンドが鳴るのかめっちゃ楽しみだね。その他の景品は2,3,4,5,6,7 は戦隊ギア第1弾を6パック用意しました。これもハルくんがゲットしたら開けていきたいと思います。さらに8,9,10は仮面ライダーチョコとスーパー戦隊チョコ用意しましたので、こちらも大当たりシールがね、出てくるのか確認していきたいと思います。今回の抽選方法は全開王のくじをめくってってもらいます。ということで、今回は景品が10個あるんで、チャンスは10回です。うん、10回めくることができるからね、はい、頑張って大当たり出してね。うん、それではくじ引きを始めていきましょう。まずは1枚目めくってください。いいよ。チョコだね。ガチャ。仮面ライダーチョコ。いい。それではね、お当たりシールが出てくるのか開けてみましょう。あった。いい。残念か。はい、シールはついてませんでした。それではね、2枚目めくってください。はい。頑張ってよ。いいよ。あ、2等おめでとう。ハルくん、2等の景品取ってください。やったじゃん、戦隊ギアだ。ハルくん、2等の食玩戦隊ギアゲットしました。この中には全カイザーギアが入ってるみたいなんでね、開けていきましょう。入ってたね。箱から出しました、全カイザーギアですね。もう何度もね、紹介してるので、今回はね、音声確認はしません。機械サイドはこんな感じになってます。また増えたね、全カイザーギア。確認しちゃったね。それでは3枚目のくじめくってください。そこ、いいよ。あ、3等おめでとう。それでは3等の景品取ってください。はるくん、3等の戦隊ギアゲットしました。この箱の中には全開ジュランギアが入ってるみたいなんでね、開けていきましょう。箱から出しました、全開ジュランギアになります。こちらがね、ヒーローサイドで、裏面が機械サイドになります。この全開ジュランももう何度も音声聞いてるんで、今回はね、確認しません。はい。あ、一応鳴らすの、うん、いいよ。はい、オッケー。それでは4枚目のくじめくってください。うん、6等おめでとう。それだね。ハルくん、6等の戦隊ギアゲットしました。この中には竜ソジャーギアが入ってるみたいなんで、開けて音声確認してみましょう。まだ竜ソジャーギアのね、音声聞いたことないからね。はい、じゃあハルくん、新しいギアちょっと聞いてみよう、音声ね。箱から出しました、竜ソジャーギアになります。43番ですね。
そして機械サイドがこんな感じになってます。それではね、リュウソージャーギアの音声をね聞いてみましょう。楽しみだね、これは。次はね、機械サイド聞いてみましょう。はい、こんな感じでした。それではね、5枚目のくじをめくってみてください。はい、よ、おお、出たー、やったね。それはるくん、ついに一等の全開合体全開をゲットしました。当て口がね終わった後に遊んでみたいと思います。じゃあはるくんゲットしたからここ置いとくよ。それではね、はるくん6枚目めくってください。また当たったね。はるくん4等の戦隊ギアゲットしました。この箱の中には全開ガオンギアが入ってるみたいなんで、開けて見てみましょう。箱から出しました。全開ガオンギアになります。この全開ガオンギアも音声も聞いたことあるんでね、今回は音声確認しません。機械サイドはこんな感じになってます。また全開ガオンだね、一応聞くんだ、はるくん。それでは7枚目めくってください。おお、すごい、7等。はるくん7等の景品取ってください。またまた戦隊ギアだ。はるくん7等の戦隊ギアゲットしました。この箱の中にはゴーカイジャーギアが入ってるみたいなんで、開けて音声をね聞いてみましょう。ゴーカイジャーギアはまだ音声聞いたことないからね。箱から出しました。ゴーカイジャーギアになります。そしてね、機械サイドがこんな感じになってます。じゃあはるくん音声聞いてみましょう。はい、必殺だ。ブーンって言ったよ。ブーンって言ったよ。次は機械サイド。必殺だ。
それじゃあね、8枚目のくじめくってください。ペーパーペーパー、いいよ。おお、すごい、5等だ、はるくん。5等の景品はどれ？戦隊ギアだ。はるくん5等の戦隊ギアゲットしました。これで6個全部ゲットしたことになります。この箱の中にはゴレンジャーギアが入ってるみたいなので、箱から出して音声聞いてみましょう。ナンバー1番なんだ。ゴレンジャー、むちゃくちゃ懐かしいんじゃない、はるくん。箱から出しました。懐かしいナンバー1番のゴレンジャーギアになります。いいね、ゴレンジャー。どんな音声になるんだろう。そして機械サイトはこんな感じになってます。ゴレンジャー楽しみだね。ちょっと、普通だった。次、必殺技。期待していた分だけちょっと残念。じゃあ機械サイド鳴らしてみて、めっちゃ期待してたんだけどな。さすがだ。ゴレンジャー普通だったね。それでは9枚目めくってください。おお、10番おめでとう。すごい。10番どれ？お、スーパー戦隊チョコだ。頼むよ、お当たりシール出してよ。超吉だし、それも。それじゃあね、ラスト10枚目めくってください。お、8等おめでとう。すごい、はるくんパーフェクトだ。チューはいらない。8等の景品取ってください。ごちそう。仮面ライダーチョコだね。忘れた、残念。仮面ライダーチョコシールついてませんでした。いやー残念、箱がいるの、箱いるの珍しい人だね。ということでね、10枚引いて景品もなくなっちゃったんで終了でーす。イエーイ、全部ゲット、はるくん。それでは前回を開けて合体させてみましょう、はるくん。あ、事務所。お、説明書出てきたね。じゃん。おお、パーツめっちゃ入ってるね。お、合体した。え、すげえ。すごっ。Thank you.
今全開ガオンと全開ジュランに変形しました。めっちゃかっこいいね。こんなに変形するんだね。めっちゃ強そう。ここ開くよ口。ほらこんな感じだね。はい、今ね恐竜のロボに変形しました。全開ジュランの方はね音声が鳴ります。感じでめっちゃ口開くんだね。じゃあね最後は前回をジュラガオンに合体させてみましょう。いくよ、合体。かっこいい。めちゃめちゃ強そう。これは何何？あ、こうなるの？こうなの？こうどうなの？こう？こう？これはどうなの？これはどう？この頭はどうなの？この頭は。ほら、ハルくんめっちゃ全開をめちゃ強そうになった。あらららら。こっち見て、ちょっと待って。ほら、ハルくんめっちゃ全開を強そうになっちゃった。かっこいい。あ。じゃん。お、ゼロツーも強そうだけど、全海王よりゼロツーの方がでっかいじゃん。全海王よりゼロツーの方がでっかいってどういうこと？いやー、すっごいかっこいい全海王。半端ない装甲だしね。このパーツはどこにつけるんだ最後。これはつけなくていいのかな。これ後ろにつけるのかな。といった感じで今回は前回をジュラガオンセット当てくじを作って遊んでみました。みんなもね前回をかっこいいんでね、気になった人はぜひチェックしてみてください。それでは皆さんまた見てくださいね。バイバーイ。